今日の東海地方は最低気温が名古屋で 8.7 度、岐阜県美濃市で 6.4 度となるなど、各地で今シーズン一番の冷え込みとなりました。キルティングのそんな熱いやつじゃないんですけど、今日は初めて来ました。一気に冬が来ちゃった感じですから、ちょっと体の方が追いついていかないです。高山市奥飛騨温泉郷平湯では一面銀世界となり、近くの栃尾地区では最低気温 0.7 度を観測しました。日中の最高気温は名古屋と岐阜と津市でいずれも16度と予想されています。